う問題とか起こってきたとか、まあその時の心境ですよね。そしてそれをどう乗り越えられた。ちょっとその辺とか教えていただけますか。そうですね。まあこれ多分皆さんも常に同じだと思います。最も大きな問題はですね、常にどの市場に絞るのか、ということだと思います。はっきり。はい。ということは結論的には、逆に言うと何を捨てるのか、捨てるべきなのか、という、やっぱり戦略面での苦悩が、やっぱり中心だったと思います。まあ現実的にお客さんのクレームだとか、そんなことはもう今でも毎日ありますけども、やっぱりね、こうですよね。はい、そう思います。で、まあ、それはもちろん今も常に目の前にあります。まあ、これが竹山さんが弱者、弱いものは捨てる戦略って書かれるが、はい、はい、そうですね、はい。それにも、はい。なるほどね。ということで、乗り越えるためには、すごく単純ですけど、まあ、弱者は常に学ぶしかないように、思いますということです。はい、そうですね。結局ですね、こう、常に学ぶってことをしてないと、実行につながらないって、ということですね。なので逆に言うと、本当に人間的強者の方々は、学んだら、すぐ実行して、どんどん前に行っちゃうんですけど、はいはい、我々なかなかそういかないということです。皆さん、今のところ、弱者は常に学ぶしかないようにっていうところを線引いておいてもらえますか。この弱者は常に学ぶしかないって。これが変換力を高める力なんですよ。で、竹田社長もおっしゃったんですが、強者の人は学んですぐ実践できるんですよね。でも弱者は学んですぐ実践できない、応用できない。だから学び続ける。で、これがある意味では変換力。学んだことを実際に市場に出して、収益とか業績につなげていく大きな方法ですので、ぜひそこ、赤線でも、ペンがなかったら線引いておいてください。はい。ありがとうございます。じゃあ、今度は質問読んで、で、これは、まあ、すごいのは、高山社長は、3年間潰れない会社になって、内部留保が2億あったとしても、気を抜かず学び続けるということですよね。これ、なかなかできないことじゃないかということなんですが、これは先生の質問でもあるんですが、さんの質問でもあるんですが、さんちょっとこの質問されたきっかけというか、なんでこう聞いてみたかったか、ちょっと直接おっしゃっていただいていいですか。この質問は単純に私だったらもっとこう、分かりやすく言うと役員報酬ガンガン取って、まあやっぱりこう、っていうふうになっちゃうのかなっていう、まあ、率直な気持ちですね。それをなぜこう、そうせずに、まあ武田先生の勉強はしたというのは伺ってますけど、なぜそこまでできたのかなというのは本当率直に伺いたかったので質問させていただきました。はい、本当に率直な質問ありがとうございます。じゃあ武田さんお願いします。はい、ね、常々言っております。私は弱者の自覚というものが必要だと思ってます。で、弱者の自覚って何ですかっていうと、まあ、世の中に強者がいっぱいいますよ。で、それに比べたら自分は弱いですよねっていうことなんです。で、言い方を変えますと、まあ、やっぱりいつ潰れるかわからない。というやっぱり危機感とか警戒心ですね。はい。まあ、これ、やっぱもう、ですね。よくバーチャル倒産体験っていうのを徹底的にしてますんで、そうですね。なんか、だからといって、先ほど来ご説明したように、安心感とかそういうものもありますし、状況が変わってないというわけではないんですけども、まあ、これは持ち続けるようにしてます。はい。ということで、単純に、それだけで。はい。ありがとうございます。ちょっとこの辺とかまた突っ込みたい方は、後の質問タイムでまた突っ込んでいただいたらと思います。はい。それでは最後の質問になりますが、3年間潰らない会社になるためのメソッド、まあ、方法論、あるいは、この新しい経営者に対するメッセージみたいなものにはどんなものがあるでしょうか。